この賞は今年活躍されたこれからが有望なプロデューサーに贈られます。そして先ほどと同じく田中智之基金賞も贈られます。2016年エランドール賞プロデューサー奨励賞映画部門の受賞者は100円の恋の制作に従事した東映ビデオ株式会社プロデューサー佐藤源さんです。表彰状と田中智之基金賞の目録は日本映画テレビプロデューサー協会山田義明副会長から贈られます。エランドールプロデューサー奨励賞佐藤源殿、映画100円の恋は第1回松田優作賞グランプリの脚本を果敢に映画化し見事な作品に育て上げました。その素晴らしい内容が国内外で高い評価を受け数々の賞を受賞しました。その企画制作力を称え表彰します。ありがとうございます。それでは佐藤さんから受賞のお言葉をいただきます。100円の恋のプロデューサーを務めました東映ビデオの佐藤源と申します。本日は本当に、こんな素晴らしい賞をいただきまして、本当に光栄に存じます。選んでいただいた、協会員の方々本当にありがとうございます。この100円の恋という映画は、今ご紹介いただきましたように、山口県の、周南絆映画祭という本当に小さな映画祭が2012年に創設した第1回松田優作賞という脚本賞がございまして、そちらでグランプリを受賞した足立慎さんの脚本を映画化したものです。そのまあ脚本を読ませていただいたときに本当にその脚本が持つ熱量に本当に圧倒されまして、なんとか映画化したいというふうに思いました。でそこからまあ映画化に動き出したんですが、やっぱり皆さんご存知の通り、今原作のないオリジナル脚本を映画化するというのは非常にやっぱり困難な、状況がありまして、なんとか企画を通したものの、非常に、まあ、低予算で、過酷な条件の中で、撮影を行いました。そんな中で本当にこの脚本に惚れ込んで、本当にもう文字通り身を削って本当ボロボロになってですね、一丸となってやってくれたのが、安藤サクラさん、新井博文さんはじめとするキャスト、それから武正治監督はじめとする、スタッフです。今こうやって本当に、私一人こう高いところでこんな素晴らしい賞を受けておりますが、この賞を本当にこの映画に関わった全員で、分かち合いたいなというふうに思います。まあ、この映画最初4巻で、上映スタートしまして、それが本当に口コミでですね、まあ、どんどん広がっていきまして、最終的にはまあ100巻、約100巻で上映されました。それから海外でも、22の映画祭で、公式出品されまして、25の国地域で、配給が決まりました。本当私自身この映画見るたびに主人公の一子からすごく力をもらうんですが、本当にこの映画を見た人が映画からこう熱を、受け取ってそれをどんどんこう人につないでいってくれるというこというなんかものを目の当たりにして、本当に、観客の方々に育ててもらった映画だなというふうに感じております。まあ、これからも観客に愛していただいて、育んでいただけるような、作品が作れるように、精進していきたいと思います。本当に、スタッフキャストの皆さん、それから関係者の方々、応援していただいた皆さん本当にありがとうございました。佐藤さん本当におめでとうございます。それではここでお祝いのゲストです。100円の恋の脚本を担当されました足立慎さん、そして主演の斉藤一子役を演じられました安藤サクラさんが駆けつけてくれました。
では安藤さんから佐藤さんへお花が贈られます。それでは足立さん、佐藤さんへのお祝いの言葉をお願いいたします。100円の声の脚本を書きました足立です。佐藤さん、今日は本当に、おめでとうございます。それでもう本当に、おめでとうございますなんですけど、僕はやっぱり佐藤さんにはもうありがとうございますの一言しかなくて、先ほどちょっとお話に出ましたが、その2012年に山口県の、周南絆映画祭という小さな映画祭で、100円の恋のシナリオを、本当にもう見つけていただいて、その2012年にその松田優作賞に出すまで、その3年ぐらい前から、監督の武正治さんと一緒にいろんなところに持ち込んでたんですが、こう全くなかなかこう実現しなくて、それで松田優作賞をきっかけに、佐藤源さんの、手に渡って初めてお会いしたのが年の明けた2013年だったんですが、僕も武監督ももう完全に無名だったので、佐藤源さんに初めてお会いする時はなんかまたどうせダメなんだろうなというふうに思いながらお会いしたんですが、その場で本当にもうこの脚本をやりたいっていうようなこう熱い言葉を言っていただいて、こう感激したのを覚えてます。もう本当に脚本も行き場がなかったんですが、もう僕自身も全然行き場がない状態だったのを、佐藤さんに救っていただいて、それでもう本当になんていうかこういう華やかな場に連れてきてもらえて本当にありがとうございます。もう、安藤サクラさんの熱演とか新井博文さんの熱演などいろんなこう力を借りて本当に、大きな映画に育てていただいたことを感謝しています。本当に、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ続いて安藤さんからもお祝いのお言葉をお願いいたします。こんにちは、主演をさせていただきました安藤さくらです。源さん本当におめでとうございます。ものすごい嬉しいです。本当に本当に嬉しいです。源さんは本当にさっきおっしゃってたみたいに現場は本当に過酷で、私も正直ボロボロだったんですけど、結構過酷な減量をしなきゃいけなかったりする中で、源さんも気がついたら一緒に減量をしてくださっていて、なんか本当に一緒にみんなで戦おうっていう現場を作ってくださって、だから私も乗り越えられたなって思っていますし、それに未だにこの100円の恋のスタッフの方々とキャストの方々みんなこの作品を愛して、もう公開から1年以上経っているのにみんな仲良く、もうずっとこの作品を大切に思っています。それはなんか源さんのこの作品とこのチームに対する愛がそうしてくださってるんじゃないかなって思って、そんな作品にこう関われたことを私もものすごく幸せに思っています。本当に本当に本当にもう超大変だったけど、超大変でもうわーってもうなんだこの現場って思っていたけど、今はもう感謝の気持ちでいっぱいですし、もう大好きです。ありがとうございます。安藤さんありがとうございました。